今回もです。ふと思ったのですが、フレームの話に出てくるヒットやガード時の硬直さというのはゲーム中ではどのように処理されているのでしょうか。1、技ごとに固定の硬直さが設定されており、相手に当てると必ずその分だけ硬直が発生する。当てた側の硬直、括弧後突きと受けた側に発生する硬直からその場で計算される。持続当てで有利フレームが伸びるので2かなと思うのですが、そうすると持続が長い技は硬直差が毎回ブレまくるのではと思ってしまいました。もし全然違う用途がでしたら可能な範囲で教えていただけると嬉しいです。ゲームによるんだけど、大体2ですね。1のゲームも実はあるんですけど、基本的には2です。で、まあ、ゲームによって、あとは、例えばだけど、その持続当てっていう概念をなくしてる技もあって、例えば、どの持続で当たっても硬直差が同じになるように、まあ、いわゆるヒット分岐をする技っていうのがあったりする。ヒット分岐すると、その、持続があと何フレーム残ってようが、持続が終わった先にジャンプして、硬直差が一定になるみたいなね。まあ、そういう作りになってるゲームは結構あるね。だから基本的には2で作るんだけど、2だとちょっと都合が悪いなーっていう時にヒット分岐とかを使ったりします。例えば塔の式の蓋折りスライディング、あれとかはそのヒット分岐してて、ヒット分岐っていうか、まあそのなんだ、持続当てしても、変わらない、硬直差は変わらないみたいなっていう感じの作りになってたりする。で、まあ、中にはね、こういう風にパラメーターとしてデータを持たせて、それによってっていうケースもあるらしいんですけど、その、なんだろうな、その、どの道、例えば固定の硬直差が設定されているとしても、その動的にというか、その場その場で計算はしなくちゃいけなくなるんですよね。例えば硬直差ガード時、マイナス4フレームにするって、例えば技があったとして、攻撃が当たりました。相手ののけぞり時間は何フレームです。それから逆に算出して自分の硬直時間は、その相手ののけぞる時間プラス4フレームっていう風にすればいいんだけど、じゃあその4フレーム、相手の硬直差、硬直プラス4フレームの、例えば、20フレームとしましょうか。20フレーム分をどうやって作り出すのかって話なのね。同じ絵でピターって止まってるわけにはいかず、何らかのアニメーションを再生して、その20フレームを稼ぐ必要が出てくると。っていう時に、今ある再生してるアニメーションをスロー再生したりしてごまかしたりっていうか、チューニングっていうか調整するんだけど、かなりね難しいですね。難しいというか、アニメーションが気持ち悪くなっちゃうんで、あんまりうまくいかない。結局その硬直差がメインというか、フレームのゲームになる格闘ゲームは多いっちゃ多いんだけど、アクションゲームとしての手触りっていうのはすごい大事になる。大事にしなきゃいけないから、その、なんだ、硬直差ベースで考えるよりは、なんだろうな、アニメーションはちゃんと固定で、かっこいいアニメーションになるように作らないといけない。から、基本的には2番の作り方になるよね、とは思いますね。そうだね。まあ、例えば次のアップデート、牛若の、やばい、名前が出てこねえ。天狗の標本か。あっからの発生のやつとかは持続当ての概念がなくなるので、まあ同じような感じですね。そういう技もあったりするので、基本的にはね、ヒットやガード時の硬直差っていうのは動的に計算される。勝手にその場で計算されるっていうものだと思っておくといいですね。で、中には、ヒットをした瞬間、ヒットはガードされた瞬間に別のアニメーションにジャンプして、固定の硬直にピタッとして、持続当てっていう概念をなくしてる技がある。大体そういう考えで思っておけば、あなたにも今すぐ格闘ゲームが作れます。簡単ですね。技を出す側の硬直が可変になるケースと、食らった側の硬直が可変になるケース。それね、食らった側の硬直を可変にするとマジで気持ち悪くて、なんか、そうね、そのフレームを可変にするのって本当に気持ち悪いんですよ。格闘ゲームってやっぱりその、再現性を求めるジャンルなので、当て方によって、なんだろうな。当たった時の相手ののけぞりが一定じゃないっていうのが結構違和感出ます。まあ、オタク的にはね、かなり違和感が出るんで、このゲーム安定しねえな、みたいな感じになって、だからあんまり好まれないですね。だから、そういう風に作るゲームはあんまりないんだけど、まあ、ごくごく稀にそういうこともある。どうしてもそうせざるを得ないこともあるので。だから思想として、ベースの思想としては、どちらかというと、硬直側を可変にした方が、まあ、まだマシな気がしますね。なぜなら、自分のキャラクターの動きっていうのは、自分側が、認識しているので、
多少可変になっても、こうやって当てたんだから隙が減った増えたっていうのはやってる側はわかると。だけど相手側のガード硬直がうんちゃらってなると、ガードしてる側の認識としてはすごく違和感がある。自分のガード硬直が長かったり短かったりするっていうのがすごく違和感がある。同じ技をガードしたのになんで変わるんだろうな、相手の技の持続当てかどうかなんか知らねえよみたいな、わかんねえよそんなのみたいな話になってって、もやもやっとする。だからヒット数とか補正で硬直が伸びる短くなるとかはまあ当然ありはするけど、そういうのではなくて、その特定の当て方をした時に増えたり減ったりするっていうのはあんまり望ましくないかなとは思いますね。カウンターヒットでどう増えるかはゲームによるね。固定フレーム増えるものもあれば、そうだな、まあ昔のメルブラとかだったらヒットストップ、自分と相手のヒットストップに差があって、のけぞり時間じゃなくてヒットストップで差をつけてるゲームもあれば、のけぞり時間が増えるゲームもあれば、その増え方も まばらだったりするし、まあそれこそパニシカンみたいなシステムがあるゲームだったら、固定値じゃなくて一個一個指定して設定してるようなゲームもあるんじゃないかなと私は思いますけど、こんな情報を知っても一体何の役に立つんだみたいなね。そうね、立ちガード、しゃがみガードで差がついてるゲームは結構あるけど、それはガードしてる側が俺は立ちガードしたぜ、しゃがみガードしたぜっていう自分で選んだ結果なのでわかるんですよ。俺は持続ガードしたぜっていう判断には絶対にならないから、そこがね違いなんですよね。今の話で言うと、私は立ちガードをしました、相手の攻撃を持続でガードしたわけとは認識できないので、そこでね、あんまり差は手につけない方がいいかなと思いますね。そうだね、昔のメルブラのカウンターヒットは固定値増加だから、同じフレームに何個か同時にカウンターヒットすると、プラス10、プラス10、プラス10みたいに増えてって、めちゃくちゃヒットストップが増えたりする。だから翡翠の EX 物投げとかを密着でカウンターヒットした時とかに、なんか90フレームぐらい固まったりするんだよね、確かね。あれはだから固定値加算、かつカウンターヒットした技ごとに毎回加算っていう計算式になってるからなる。だけどそれはおかしいよねっていう話で治っていくんですけど、だからゲームによるんですよね、そういうのは。本当何がベストかっていうとなかなか難しいので、ゲームによっていい悪いというよりはまあ感覚が違うってだけなんでね。そんな感じで何か参考になっていたら幸いでございます。はい、お便りいただきありがとうございました。